こんにちは、ヴィンセントです。今回はゼロチャレンジを、アルジェキティ使ってねやっていきたいと思います。まずは、アルジェキティにはアマージュ武器ですね。でリーダーチェーン耐性をつけてます。でマリエルですね。マリエルこのタイプが多いのも非常に優秀だし、やっぱスキルがねかなり強いんで採用してます。ここの枠はまあ波とかでもねいけるはいけるかもしれないんですけど、どうしてもやっぱ火力がマリエルの方が高いんでマリエルの採用してます。でドフラミンゴ武器ですね。ここはね遅延の方がいいかなと思います。で開幕でヘイストをかけていく感じですね。でカイドウです。やっぱカイドウはね火力がとにかく高いんでカイドウは採用してます。で、アマージュ武器ですね。で、ダイですね。ダイは超暗闇がついてたりとか、あとこの激減、一旦の間ダメージを激減できるっていう、この辺がね、やっぱ非常に強いんで採用してます。まあ火力も高いし、ステータスもね、結構高いしっていう、まあ万能キャラなんで採用ですね。で、武器なんですけど、アイアンマンですね。このアイアンマンの武器もめちゃくちゃ強くって、スキブにチームヒットポイント強化に雲耐性がついてて、で、2ターンの間、ヘイストプラス、2面でデバフ、両方のリーダーのデバフ食らっちゃうんですけど、これを解除できるんで、むちゃくちゃありがたいというか、相当噛み合う武器だと思います。で、マリウスとかね、結構使ってる人が多かった。んですけど、動画なんとなく見たらドフラミンゴねめちゃくちゃ強いんで、ドフラミンゴでも全然問題ないと思います。で覚醒無効の枠、覚醒無効と消せない枠を最初スパイダーマン使ってたんですけど、もう枠なくて時間がねちょっと足りなくって変えました。そんな多分やってこないんじゃないかなと思って、やってくるやついるかもしれないんですけど、その場合はちょっと罪っていう風にもしていいんじゃないかなと。でまあもっと言うと、一応この武器でアマテラスつけて、まあまあそれでいいのかなっていう感じですね。で、フレンドのキティには、アレキサンダー大王の武器に、まあ、お邪魔目覚め耐性って感じですね。まあ、必須ではないけど、あった方がね、まあ、いいかなって感じですね。では、やっていきたいと思います。はい。では、立ち回り喋っていきたいと思います。1回走でね、こうやっていきなり遅延4、全員食らってしまうんで、ちょっとね、対策が必要ですね。でマリエルに一応スキル遅延耐性6つけたんで食らわないんで、でここでヘイスト3ドフラミンゴの武器使って、でカイドウとキティをね変身させていきます。で盤面がこれちょっとね揃ってなかったんで、キティは片方だけ変身させました。盤面普通にしっかり攻撃できる盤面だったら、もう両方のキティ変身させて攻撃して、2面に突破、2面に行けば OK なんですけど、ちょっとね2面でも盤面ぐちゃぐちゃな場合、この無効化が切れちゃうとちょっと厄介なことになっちゃうんで、まあなんで一応片方の、キティだけ変身させて盤面をちょっと整えるっていう作業にしました。まあなんで若干時間は取られてますね。はい。でまあ普通にね全体攻撃とかで殴ってもらった方がこの最初ら辺はねいいと思いますね。とにかくカイドウを使えばもう全員突破できるみたいな感じはあります。はい。でここもこの6ターンのねデバフがちょっと痛すぎるんで、はい。でここでカイドウを使ってからこの2ターンヘイストかけてあげるといいと思いますね。そしたら次もねカイドウを使うことができるんで、はい。ここのね6ターンがマジできつすぎて、これで相当時間取られるんですよね。このまま進んでいくとこれで結構きつくって、ちょっとパズル間に合わないなと思ってのもう大胆な変更、覚醒無効と消せないをもうほぼほぼ捨てっていう風にした結果、すぐにクリアできたんで、まあ、パズルにねあんまり自信がない人なんかはこういう編成でもしそういうのが来た時はもうそれはもう捨てっていう風の方が確実かもしれないですね。でもっと言うとあいつ最後ら辺でヘパイストスじゃないヨグソトースかな、あいつに消せないをねワンパンで倒せないと消せないを回復消せないされるんですけど、回復消せないは関係ないから、まあ、案外ね別にこれでいいんじゃないかなっていう気がしますね。ここもカイドウ打ってもらっても普通に突破できちゃいますね。相当早いんですよ、全然違うんですよね。スパイダーマンとかねあの辺を入れてた時とスピードが、でデバフ食らってるとここもね一気に真ん中まで削れなくって、そうするとなんかヘイストかけられてきたりとか、なんかスキル効果消されたりとか、まあ結構いろいろそれも鬱陶しかったんだけど、一気に真ん中まで削ればねそういった邪魔攻撃もしてこないんで、
かなり立ち回りとしては楽ですね。でまあほぼほぼね、こうあの当倍のスピード感でお送りしてます。まあちょっと実際どれぐらいの感じであれば間に合うのかなっていうのもちょっと見てほしいん でパズル下手なのはね、あの登録してくれてる方とかね、見てくれてる方はわかると思うんですけど、一応そんなねパズル全然上手じゃないけど、1分ちょい70何秒かな残って一応クリアはできたんで、で一面もねさっきあんな感じでぐだった上でのやつだったんで、全然ね余裕はあると思います。でここがアシスト向こう剥がされちゃうんで、ここのね 49,156 このヒットポイントだけは絶対確保って感じですね。あーまあもっと言うとやっぱ5万ちょいぐらいあった方がいいかな。軽減ループをね貼る場合は別にいいんですけど、そうじゃない場合はこの後もねこの4ターンの間ちょっとやっぱしんどいんで、ダメージ量が。でここはカイドウ使うとワンパンで突破できるって感じですね。とにかくカイドウ様様みたいな感じは結構あります。でここはこの水か木かどっちかのパターンしか多分ないと思うんですけど、木が出ちゃうとかなりきつくって、木だとねこのアシスト向こう剥がされてる状態で帯をね両方の左と右に食らっちゃうんですけど、盤面をキティとかで変えれるとはいえ両端あの触れないっていうのがね結構きついんで、だいぶ運要素にはなってしまうって感じですね。なんでこっちのパターンの方がもう相当楽って感じです。でここもカイドウ使えば多分ワンパンできるんだけど、使わないとツーパンかなって感じですね。あでさっきその70何秒余るってなんですけど、結構ね敵のパターン多分そんなに良くなかったんですよ。そのダメージ吸収とかマリエルを使わなきゃいけないのが後半多発して、そういう意味じゃ2ターン無駄に待ってっていうのをね何回かしてるんですよね。っていう意味で言ったら普通に敵のパターンが良かったら多分2分ちょいとか余ったんじゃないかなっていう風に思いますね。そう思うとやっぱ結構余裕あるかもしれないです。はい、まあこの辺もねあの問題ないんで、まあ、スキルループというか使っていけばいいですね。この編成、このアルジェキティのこの立ち回りってスキル遅延をやってこなかったらもう無敵みたいな感じなんで、まあそういう意味じゃ今回のこの裏ゼロ次元にしてもそこの辺はね問題ないんで、やっぱ相当最適性ぐらいの、今のところは多分最適性なんじゃないですかね。でちょいちょいこのあのジャッカドロップをしてくる敵がいるんですよね。で盤面結構ジャッカされてた時にドフラミンゴとかで盤面あの強化できたりするんで、ドフラミンゴはね普通にかなり相性いいと思いますね。あのハートも作らない5色に変換してくれるんで、その辺のスキルも非常に噛み合うんで、もっとドフラミンゴ使ってる人いても全然いいのになと思うんですけどね。個人的にはあんまりなんか見ない気がするけど、まあ、スキルターンが5ターンぐらいでちょっと重いからなのかな、どうなんだろう。はい、でね操作時間がねそんなに長いわけじゃないんですよ。13秒ぐらいかな。なんでここで無理して超暗闇を剥がしに行ったりするともうこれはもう積むパターンっていうのがちょっと分かってるんで、もう最初ね一瞬ねあの組みに行こうかなと思ったんですけど、闇いや違うな、これはもう普通に全部組むだけで精一杯だなっていうので切り替えました。まあ本当にねパズル上手な人はあのやってもらえればいいと思いますけど、うん、でまあ結構ね落ち超クライミング多いんでまあ鬱陶しいんですけど、まあまあまあなんとか取り出してもらう。あで一回ねちょっとここかな、一回完全に運に助けられた場面があったんですよね。ここだったかもしれない。ここだ、これだ、これこれ、あーあかん闇消してねーってなったんですけど、なんとかねあの暗闇のところで闇がありました。もうこれはちょっと運に助けられましたね。はい、でこの辺もねその他の敵誰が出てくるのかちょっとちゃんと把握できてないんですけど、まだここなんかもやっぱりマリエル打たないとダメですからね。
ここは、暗闇を剥がしに行ったのかな、何したんだっけ。あ、そうですね、暗闇をとりあえず剥がして、あ、剥がしたか、うん、剥がした剥がした剥がした。で次って感じかな。でここはドフラミンゴ撃った気がするですね。こんだけね、やっぱね、半分近く弱化されているとやっぱかなり鬱陶しいというか、火力全然出ないんで、こういう時に使っていくのがね、無駄がなくていいかなと思いますね。だからアマテラスの武器つけてるけど覚醒で採用してるみたいな感じなんですよね。別に本当にスキルとして打つ気ないみたいな感じです。で十面が白ですね。白も吸収がこうやってついてるんで、2ターンの間耐えなきゃいけない、耐えなきゃいけないというか、まあ耐久してね、時間潰し。でこの辺がもうちょっとマリエルのスキル使わなくていいならもっと楽かなとは思うんですけど、まあもっと言うと火力どうなんだろう、これ別にこの枠も消しちゃって、ほんと波にするっていうのでもダメじゃないかもしれないですね。どっちがいいんだろうな。波だったらね、3ターン継続できるから、まあ、その辺の無駄はないですよね。これちょっと皆さんに相談なんですけど、コミュニティ機能が解放されたのに、なんか投稿できないチャンネルですってなんか出るんですよね。誰かちょっとなんかわかる方いたら教えてほしいですね。なんかすっごい悲しいです。ツイッター的な感じでなんか使いたいなって、コミュニティでなんかいろいろ話したいなとか思ってたんですけどね、なんかあなたのチャンネルはダメですみたいな。子供系の動画をなんか再生したことあるのか、なんかその詳細みたいなとこ開くと子供のなんか動画はどうたらみたいな出ちゃうんですよね。はい。でここもね、シェアとで吸収また来ちゃって、めちゃくちゃ吸収来るなと思ったんですけど、これが普通なのかどうなのかはちょっと分かんないですね。ただ表の方も2ターン連続で吸収出てくるのは全然あったんで、だからその2個前の属性吸収のところがちょっと厄介だったのかな。まあひょっとしたら他の敵出ても属性吸収してくるかもしれないんで、まあなんとも言えないですけど、でも3ターン連続でそういうのが ほぼほぼ出てくるんだったら、やっぱ波とかの方がいいのかもしれないですね。今回みたいに台持ってくるんであれば、暗闇耐性プラスも持ってるから、まあ波もその辺持ってなくても別にいいですしね。まあでも本当に覚醒無効とか消せないがそんなに必要じゃないなら、かなりいろんなアプローチというかね、パターンは考えれるのかなって気はしますね。はい。で、まあマリエル打って突破って感じですね。はい。で、まあ多分ね、表と一緒であればここも5体ぐらいの中から出るのかな。結構パターンは。昨日夜やった時に、そうですね、違うキャラクター出たから、やっぱ表と基本的にはやっぱ表とそうキャラクターとしては変わらないのかなっていう感じはしますね。ただあとは気になったのは、こうやって結構ねルーレット多発というか、結構ルーレットやってくるんで、ちょっとその辺は不安だなっていうところはありましたけど、ここもねルーレットですし。はい。で、こんな感じで、ここを消せないが来るんだけど、ハートなんで、全然関係ないんですよね。はい。ここも多分ね、カイドウとか使ってたらワンパンで突破できるんですけどっていうとこでしたね。まあ、なんでこのボス戦の最初のタイミングで残り10分ぐらいあれば、まあそれが一つの目安になってくるのかなっていう気はしますね。10分ぐらいあれば、まあペース的にはそんなに
問題ない、まあゆっくりするほどの感じではないけど無理な時間じゃ全然ないよって感じですね。逆にこの時点でね700秒とかある場合であれば、あ、だいぶ落ち着いてやれるなっていう風にやってもらえればいいですし、はい。で、まあカイド使ってねかなりいいとこまで削れたんで、まあ残り1まで適当に待って突破で、これ閉まったなと思ったんですけど、これ今ねアシスト剥がされてるの元に戻ったんで、ここでしっかりあの暗闇をね超暗闇を外しに行けばよかったんだけど忘れてましたね。はい、もうこの辺は完全に爪の甘さが出てますね。で、前回と違うというか、このね2回目がね結構硬いんですよね。前回よりもまあまあ硬くなってるイメージがありました。まあなんで暗闇今回ちょっと盤面多いんで、まあそれそんなにない時にね剥がしに行くのがいいかな。あ、で今回あのマリエルこのターン使って、まあ、ちょっと時間伸ばして、で暗闇解除しに行こうとやったんですね。これはまあこれあるあるが発生してしまったんだけど、闇がつながってるというね、この多いって感じですね。まあ、だから本当は超暗闇解除しに行くときは、あの、見えてないところはね、あの、外してというか、あの、作らなきゃいけないんですけどね、本当は。ちょっとそれができなかったですね。で、まあ、アルジェキティに関してはもう本当にコンボ加算もね、しっかりあるんで、この辺はそんなに、なんだろう、この、コンボドロップ生成もあったりするんで、結構しっかり攻撃は毎回のようにできるかなって感じですね。で、もし前回と一緒であればこの2回目のボスに関しては発狂がおそらくあるので、そこだけはちょっと皆さんお気をつけてって感じですね。とにかく全力で殴りまくるみたいなことしてると意外と発狂踏んじゃったっていうことにはなりかねないかなと。前回そうなのに今回それ緩和されてるっていう、なんか楽になってるっていうのはなんかあんまり考えられない気がするんで、今回の傾向を見るともう超魔改造されてなんかすっごい強くなってるんで、っていうことを考えると多分発狂はありますね。ただ、この次のボスに関しては前回と同じように一旦猶予があって待ってくれたんで、まあ、そこはね優しいというか安心して最後倒しに行けるかなって感じですね。で、今の時点で約7分か7分ぐらい残ってるって感じですね。この25分っていうのがなんともいやらしい設定、時間設定だなって思いますね。これが30分だったらだいぶ余裕なんですよね。だし20分だったら無理じゃんってなっちゃう感じで、なんかいやらしいとこを攻めてるなっていう感じの時間ですね。はい。で、まあ、うまいことね、削ってってたら、今のターンでも削、倒せてたんだけど、まあまあ、この辺で倒すのが一番間違いないのかな。はい。で、残り約6分ですね。6分あればもう問題ないです。最初ね、サノスとかもつけてね、やってたんですよ。サノス使って真ん中まで削れりゃ、勝ちだろうと思ったんですけど、サノスを入れる枠がやっぱないですね。ちょっとそれは諦めました。完全に一枠潰すのと一緒なんで、サノス使うとサノスがね火力もうちょっと出たらそれでもなしじゃなかったかもしれないですけど、まあ、そういう意味じゃね、ドフラミンゴとか本当に火力も出るしスキルも非常に優秀なんで、かなりおすすめなキャラクターでは
ありますね。でもこんぐらい削れるんでね、普通にカイドウ使うターンだともっと削れるし、だからまあ焦らず普通に組んでもらえればいいのかなと。でなんか後半の方はルーレットそのやってこないんで、前半だけですねちょっとしんどいのは。でもしこれと本当に同じ編成であれば、とにかくその真ん中行くタイミングで絶対にダイのスキルを打ち忘れずに削る。怖いのが微妙な距離だった時が怖いんですよね。こっから行くかなと思ってダイ使ったら半分行きませんでしたってなっちゃうと積みなんで、そこだけねちょっと調整が難しいというか、嫌なところから削るときはちょっと本当に注意が必要なところですね。はい、こんな感じでやっぱカイドウ使うターンはかなり削れるって感じですね。でまあまあ結構いいとこまで削ったんで、まあこっからはいけるだろうっていうので台使いました。でここルーレットもないしだいぶ組みやすかったんで、こういうね攻撃しに行くぞってとこでルーレットがあるとちょっと不安ではありますけどね、まあ、なんで最大盤面しっかり組んでもらって真ん中まで削りに行けば OK ですね。で台のスキルで言ったら激減なんで、この自動回復だけでね全然こと足りるんで、この他に回復もしとかなきゃっていうのはないんでね、その辺は全然大丈夫です。でこっからはもうそんなに食らうこともないんで、まあ自動回復とかに基本的には任せておけばいいかなっていう感じです。でルーレットやってこないって言ったけど早速やってきましたね今のところは。でももうこっからねしてこなかったはずなんで、で真ん中行って最初だけルーレットしてくるって感じなのかな、おそらくは。とりあえずはクリアできたんですけど、もうちょっとねやってみようかなとは思ってるんで、まあ、それこそ質問とかあればまたコメント欄にしてもらって、分かることはちょっと答えていきたいと思うんで。でこれで あと2発かな。はい、まあ、この時点でもう2分ちょい残ってるんで、あ1発1分で殴ればいいのかと思ったら、まあもうさすがに余裕かってなりましたね。このタイムアタックというかこのね時間制限があるのは何とも言えないドキドキとこう心臓のバクバク音がね、特に後半の方なんて指じゃないペン使ってやってるんですけど、ペンがもう震えますよね後半の方は。はい、まあラストパズルですねこれが。カイドウでしっかり殴っていくと。で、まあ、気をつけるとことしては無効貫通のスキルはこれ使ってるわけではないんで、カイドウで殴っていくときであればしっかり盤面全部ねハートも消してあげる。で全部消してしっかり殴るって感じで、はい、一応ね75秒残って倒すことができました。ゼロのね称号かっこいいんでね、ぜひやってみてください。はい、ヒットポイントプラスプラス美味しいですね。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。